このニュージャパンカップ、新日本プロレスの中でこのニュージャパンカップがどんな大会なのか、特に今回だ。岡田が抜けて、オスプレイが抜けて、タマもいなくなって、これから誰が新日本を引っ張っていくのか、それを示す大会なんだよ。今まで俺は世代交代には興味がない、ずっとそうやって言ってきた。ただ認めよう、俺こそが世代交代の中心だ。新世代で残っているのはゲイブ、そして成田、この俺だ。希望は俺だけだろ。俺が新日本プロレスを新しい時代へと導いてやる。なあ、俺と一緒にその扉を開けようぜ。俺がニュージャパンカップ優勝してやるよ。このニュージャパンカップ、俺は必ず優勝しなければいけない。さっきも言ったように、これからの新日本を背負えるのは俺だけだ。そしてこのニュージャパンカップ優勝して、これからの新日本を背負っていくと覚悟を示した上で、両国、4月の両国で内藤哲也の持っている IWGP に挑戦してやる。内藤さん、両国で待っててくれよ。